やってる方にはもう普通にこう対等に打ち合ってるようには見えるんですけど、苦しい戦いなんじゃないかなと思ちゃいますけど、はい、やってる側からしたら、やってる側からしたらもう本当ね、なんてことするんだと思ってると思う多分。そうですね、これが準決勝です。おっ、大城選手が審判ですね。ああ、新鮮。そうですね、そうですね、思いました。なんかこうね、こんなこと言っていいのかな。そう思いました。なんでちょっとね、準決勝まで行くと多分審判しないんじゃないかな。あれ、パーフェクト側でやってますもんね。はい、はそうですね、事務局側がやってます。はい、あ、インナー入りましたね。仕上がってますね。先行が大内選手。はい、これもね、さあ1ラウンド目大事です。うん、はい、いや集中してますね。あー、ナイスアット。選手もここはハットトリックで追いついてちょっとプレッシャーをかけたいですね。ナイスカバー。ここはもう大内選手はひたすらブルで51点残りまで、はい、このまんまのペース。井上選手はもうちょっと2本外れてしまって先にトライはいけないと思うので、ブルーに合わせる感じで削るだけ削っていった方がいいと思います、はいはい、ハットトリックで266。ナイス、ナイストーン。ちょっと今力入ってましたね。ああ、ブルー、ラッキーなーねー。その下でも上でも上がり目は出てると思うんですよね。いや、まあまあ、ここは逆に井野選手チャンス、ハットトリックを出せれば156点の上がり目が出る、はい、ナイス、上手ですね。ここはやっぱり救われた形になるので、ハットトリックでもよし、3本目ブルブル18でもいいですね。18トリック、これブル行くのかな。18に行くと、あ、ブルでしたね、うん、54点に入っても24点、18に入ると60点だ、あ、そうですね、はい、早いですね。井上選手はここハットトリックで48点の子でプレッシャーをかけたいですね、はい、うん、でもブル、お、もう一本、もう上がり目がある。難しいけどある。確かに焦っちゃいそうなとこですけどね。これね、でも13ブルっていくと思うんですよ、ね、のこのブルが外れた場合、残り数字が上がれない場合もある。こう集中してナイスアウト、はいはい、でもこれは大内選手はもうキープ、自分の先行をキープした、はい、まあ、井上選手は開き直るとすれば、まあ、相手先行だし、これはまあいいやと。次のクリケで、次のクリケットは井上選手先行なので、
さっきも言ったんですけど、はい、大内選手はこれをブレイクすると次自分の先行のクリケットなので、はい、3-0 で終わらせられるチャンスが出る。伊野選手はここはどうしてもキープして次のクリケットを落としたい、はい、どうですかね今日のクリケットは。ナイス、あ最後5ですね。でもそれでも4本。大内選手はどうですかね。次19に入った場合プッシュですね。ナイスファイブ。伊野選手からしてみればちょっとラッキーでしたね。ここは下見てないですか。気のせいですか。先締め。これ1本入らないと、フォーマーク。大内選手こう18オープンしたら消しに行きたいところではあるんですが、はい、ですが、いや18、これはどうしてもトリプルに入れないと、状況がものすごく陣取りが、はい、あーナイスカバーっすね。一旦やっぱね、一旦冷静になったみたいな。いやね、あの試合の壇上で一旦間を空けた時にかかってくるプレッシャーってすごいですよ。よくできるなと僕は思う、はい、その時ってやっぱ自分のワールドに入り込まないと、多分3本目を投げた時に雑になるっていう風に想定した時に一旦落ち着いて集中して最後の1本を投げようと思ってるんだと思うんですが、そんな簡単ではやっぱりないです。そうですよね、うん、もう1本先締めかプッシュか。枠を外すとやっぱりね、いや多分見てたらちょっと大きく見えるかもしれないですけど、はい、めちゃくちゃ小さいですよトリプルって。投げてるとこから見たらちっちゃいですね。そうですね、ちっちゃいです、はい、ちっちゃい。お22、おーこれが、これはもう絶対20消した方がいいです。ただそれを大内選手は20は得意ですからね。あれいやでもそういうことあれは多分今フライトに当たって弾かれたんだ。あープッシュに戻る。伊野選手助かりましたね。そうですね、ここはやっぱりもうちょっと多めにプッシュしてからの方がクローズ、やっぱり点数的には圧倒的に20の方が有利ですからね。ちょっとなんかこう膠着状態が続いてる、うん、これも18点差なので1本入ったら締める。締める、これは締めるのかな、はい、シングルでもいいので絶対、あ締めました。さすが、これプッシュに戻る。おいいですね、ナイス6マークですね。これはちょっと展開的にはここで踏みとどまりたいですね。7マーク以上、1回3に入ると3に行くんすよ17は。あ隣ですからね。はい、はい、なんかねこうちょっち行っちゃうんすよ。行かないように思ったら行っちゃうんすね。
これは3本使ってでも締めたい。締めたらもうほぼこのデグは相当有利になるので、ナイスオープン。ここぞのシュート力がやっぱり大内選手高いですね。そして3本目を逆に2リング、そうなんですよ、その通りなんです。しかも綺麗にトリプル入るんですよね。ここはほぼ7本1本で、うん、もう1本トリプル。今のも1本目のトリプルも上目に入ってるところがちょっとアンラッキーな感じもしますね。あ、当たるんですよ、はい、そういうところかも。そう、下に入れてって言ってる間に1本目で畳みかけてくる。わ、ナイス。これもビッグラン。いや、すごい。これはもうこのレグはもうちょっとひっくり返すにはブル5本、うん、でももう1本インブル。あー、ナイスハットトリック。ハットトリックナイスですね。はい、でも3箇所持ってるので点数を上回った状態で来ないとワンチャンスがないんです、はい、なので大内選手はここはもうブル、はい、外れてもいいやぐらい。ナイス、うん、いやこれこそさっきのパターン、大内選手の描いてる3レグで畳みかける。はい、すごいですね、なんか王王同士、王王同士、さっきのお医者相手でしたけど、確かに。おお、でも大内プロはもともとはあの関東の方ですけど今沖縄ですよね。大石、大城あかりプロも沖縄、はい、大石愛希プロも元出身沖縄です。沖縄強し、沖縄フェイスだ。沖縄フェイス。あとで大石選手出てきたらもう一回その話に戻りましょう。あの、はい、沖縄強いですね。沖縄ね、沖縄ダーツ上手な人多いです。ここ1ラウンド目に7マーク、トリプルには入れたいですね、うん、あー、ナイスカバー。この1本入る入んないで、入らなかったらもう勝負が決まりかけるところまで。メンタル的にもっていう部分は2箇所持たれるんですよ。20と19両方持たれると、あ、その後もうひっくり返す時間、点数的にひっくり返せなくなってます。今のこの100対19で1箇所持たれてるだけならまだビジョンはあるんですよ。そう、締めて入れて、うん、ここはでも18に手一杯入れて点数で追いつきたいです。カバーしたい。あー、するとこれ大内選手1本目に18トリプルが入ってくるともう相当きつくなると思います、はい、入りましたね。17トリプル、これもう1本いくと思います。これも17トリプル入ったらまだな、でも相当きついです。ただでさえやっぱり高校だと相手にミスをしてもらわないと勝てないんですよ、うん、あー、なるほど、追いつかないんです、向こうが先行なんで。ここからも井野選手はミスらないぐらいの勢いで、うん、これ持ってかれました、アンラッキーですね。あー、ねじ込む、うん、先に取りましたね、はい、これ僕だったら16、15、17と締めちゃいます、ね、17はもうシングルで締めちゃうんで、あ、先に16か15にちょっかい出しておいて
15、16入るとまだ分かんないです。その代わりミスができない。16トリプルに3本、2本で一応点数は上回るんですけど、最後8、大内選手3本使って3本いらなかったですね。これすごい。インブル入って1本目で結構入りますね。もうトン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 。いやーね、これも試合の展開的にはちょっと一方的にはなってるんですけど、これもね勝負のあやなんですよ。やっぱり枠外が多い感じがしますね、井野選手。5マークではなく4マーク、その1本がちょっとずつやっぱり点差が開く原因になってたのかもしれないです。いやーね、いや内容的には一方的な展開でしたけど、ナイスゲームですね。はい、ナイスゲームでした。ストレートですね。はい、テイクバックの動き憧れるけど、自分がやると下のモニター壊しそうになる。はい、やめましょう。では、はい